ダイヤモンドプリンセス勝さんだがね、3日目4になります。今日は、船内で催されたバルーンアートの様子をお伝えしていきたいと思います。それではお楽しみください。
次回予告です。3日目の夕食の様子から4日目の朝食までをお伝えしていきたいと思います。チャンネル登録していただけると勝さんが非常に喜びます。どうぞよろしくお願いします。